皆さんこんにちは。今日は今まで当で作ったバッグのランキングを紹介します。では当で作った変なバッグランキングトップ10。まずは10位からパッパラパーン、ハスの葉のバッグです。この留め具をぴょーんと外すと、はい、カエルさんの足だったんですね。この取っ手のとこにはカエルさんの卵がいっぱい入ってます。では第9位、はい、これは金魚のバッグです。かわいいですよね。浴衣にちょうどだと思います。入るものはそうですね、お財布とハンカチくらいかな。浴衣で持っていただきたいので、あんまり荷物を入れるというのではありませんが、かわいいでしょ。第8位、ケーキですが、実はこれこんな風にバッグになってます。それってどうやって物を入れるんですか？これね、入れるのはこっちに入れます。そして蓋をしてこういう風に持つので、開けた時にバサッと出ますので気をつけてください。こういう風に置くんだな。帽子にもなるんですけど、もともと帽子のために作ったんですけど、こうしてバッグにして、実はここに電気を入れると結構華やかになっていいんですよ。ちょっとおしゃれなお洋服を着た時にこんなの持っていたら華やかでしょ。第7位、パンパラパンパンパイナップルプルパーイ。はい、これはパイナップルのバッグです。開け方はどう？開け方はこのようになってます。中もきちっと編んであります。以前これを持って歩いていたら、後ろから来た方が、すいません、もしこれ必要だったらと言ってビニール袋を、くださった方がいます。本物だと思ったんだと思います。何度も声をかけられましたし、コミュニケーションツールです。第6位、じゃじゃじゃーん、レタスバッグです。この虫さんのところをピョンってやってこんな風になってます。その虫って何ですか？レタスについている、虫さんですけど、ちょうどこうやって留め具になっています。それは持って出かけたことはありますか？もちろん出かけますよ。持って歩くときはちょっと軽快な気持ちになりますね。なんか楽しげで。第5位、キャンベルスープ缶です。ちょっとポップで可愛いでしょ。こんな感じです。なんでこれ作ろうと思ったんですか？以前アンディ・ウォーホルの似顔を作ったんですね。その時に、キャンベルと思って作ったんですが、そのアンディ・ウォーホルはどなたかが買われて今手元にないので、ご主人様がいないキャンベルスープ缶です。はい、第4位、バナナの形のショルダーバッグです。これはほとんど物が入らないんですけれど、アクセサリーとして使っています。そこの真ん中だけ入るんですか？そうなんです。こんな形してるけども、入るのは本当にここに気持ち、チケットとか、チケット丸めたチケットとか、ほとんど飴玉ぐらいです。
なバッグランキング第3位、第3位。じゃーん、こちらはソフトバンクのお父さん犬です。はい。じゃーん。こんな感じです。かわいいでしょ？せっかくソフトバンクの犬を作ったので、はーい。孫さんも作りました。こんな感じです。変なバッグランキング2位、はいはい、これは、図面とかが入ります。これを作ったのは仕事で待っている間新聞を読んでいる男の人がいて、男の人がベンチで男の人が、新聞読んでたんですね。そして待ち合わせの電話がかかってきたので、その新聞をくるくるっと丸めてここに入れて、出かけるというのをイメージして作りました。言ってることわかんないよね。結構これ評判がよくって、ずいぶん作りました。すごくなんかみんな好きみたいで、いくつもいくつも作りました。パン屋さんができるほど作りました。私はやっぱりこのぐらいのバッグを背負って自転車でサラリーマンが通勤しているというのはもうかっこいいなと思っています。変なバッグランキング第1位です。じゃーん、はい、イセッタバッグです。イセッタって何ですか？これはイセッタは車の名前なんですけど、かなりしっかり作ってあります。縮小した図面から木の型を作って、編み上げたものです。こちらをこうやって開けます。このタイヤも一つ一つきちっと編んでいます。かなりしっかりと図面から作ったものです。見れば見るほど正確にできているので驚かれると思います。これで変なバッグランキングベスト10でした。ではそれでは皆さん、さようなら。